今回はダイソーメスティンポットのご紹介です。価格は税込み330円です。使い方はいろいろですが、メスティンと併用して使えばレシピが広がります。サイズは幅 7.4cm、 奥行き 7.5cm、 高さ 5.9cm です。材質はアルミ合金で、表面はアルマイト処理されています。ダイソーメスティン 1.5 号に2個入ります。それでは開封していきます。容量は 300ml で、メモリがあります。ダイソー黒のメスティンに2個入りました。2から 3mm ポットの方が高いようですが、蓋は閉めれます。今回は水蒸気炊飯で鶏飯とサンマ飯を作ります。焼き鳥缶とサンマ缶、舞茸、米 0.5 合を2個です。舞茸を刻みます。米 0.5 合に対して水 90ml を入れます。メスティンには水 150ml を入れます。いつもよりちょっと長めで、水に浸します。
ご飯を蒸らします。鶏飯、さんま飯の完成です。このままで食べますが、炊き具合を確認のためシェラカップに移します。ご飯の焦げ付きもなく、ふっくらと炊けました。鶏飯、さんま飯、美味しくて、以上、ダイソーメスティンポットのご紹介でした。